こんばんは、3月7日午後7時、第280回のしゃべくり松代の時間です。今日の松代なんですけどもね、なんか最高気温の予想が18度だったんですね。私は山に住んでるんだけど、なんかストーブ焚いてましたね笑われちゃったんですが今ね。ということでね、今日慌ててね、夕刊見たんですけども、なんか今日暗い記事たくさんあったんですよ。なんかね、軽井沢のね、スキーバスの事故ありましたよね。そのドライブレコーダーを義務付けしたとかね、あとレーガン大統領の元大統領のね、ナンシー夫人ご逝去されたとかね、あと18歳少年に懲役刑とかね、なんか暗いニュースだったんでね、あまり今日は申し上げません。ということでね、今日も生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、ホームステイをね、されていてですね、国際交流されている田口浩二さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。これ早速なんですけどね、田口さん、そのホームステイによるその国際交流っていうのは、そのされたきっかけっていうのは何かあるんですか？はい、1998年、平成10年ですけど、オリンピックの年、長野オリンピックがございまして、長野東京オリンピックですね。その時にホームステイを募集、市の方で募集しておりましたけれども、なかなかそういった方がいないということで、私にも声がかかりまして、そんならぜひ、協力してやりましょうということに、市の国際室の担当者の方から私の方へお話がありました。なるほど、はい、仲間から来たんですね。はい、そうなんですか。それで初めはどこの国の方がおいでになったんですか？はい、オーストラリアの方で、親子3人で、10日ほど滞在するということでございました。ただその親子3人ですけども、子供さんは、申し込み当時は7ヶ月、まあ、こちらの長野に来るときには10ヶ月になる、非常にまだ赤ちゃんでございまして、ちょっと心配でした。特にその時、オーストラリアは真夏なんですけども、反対だからね、長野は真冬ということで、そういったの小さな子供さんがそういう点には非常に心配だなということでございました。写真あるんですか？それはあれですか、はい、これは、招致だねって、来る時の話ですか？来る時にちょうど新聞 の取材もございまして、新聞にもそういったこれからホームステイするということについて、載ったわけでございます。これはホームステイするという時の新聞ですか？はい、皆さんなんか中身ちょっと見えないんですけども、皆さんホームステイしてくださいよということですか？じゃなくて、するよという、私はもう決まったので、その決まってこんな受け入れに、どんなことですかというようなことでね、新聞社からその、いろいろ取材を受けたわけです。そうですか。受け入れ直前 の話でございます。なるほど。それで、オーストラリアからおいでになった写真というのはこれですか？はい、こちらに、はい、こちらが、これがそうですか？真冬ですね。これはどうですか？これ子供さん親子で、オリンピック施設といろいろ見て回ったところでございます。これ MAV、 MAV の屋根ですね、これ。なるほど。あとホワイトリングとかね、いろいろ。それ横も MAV ですね。この下が下はホワイトリング、ホワイトリングですね。そうですね、はい、分かりますね雰囲気見ると。なるほど。あとはどんなところに行ったんですか？他にこっち、ここですか？はい、これが子供さんと、その方こんなちっちゃい、かわいい、かわいい、男の子だったんです。10ヶ月、うちの2階にで撮った写真です。なるほど。
かわいい。なるほどね。これは内田の食事をしているところですね、はい、あなるほど、あそうですか。あと長野市役所とも、ね、うん、ありますか、こちらこれ、はい、長野市役所とも行って、あの職場の皆さんともいろいろ交流しました。あ、なるほど、はい、あ、田原さんいらっしゃいますか。私の職場に来て急に来ていただいて、あなるほど、はい、そうですか、はい、わかりました、はい。それで、まあ、最初はオーストラリアの方がお見えになったんですけども、その世界各国からおいでいただいてるんですか。どんな国の方がおいでになってるんですか。はい、それからですが、ね、それからあの中国の、これもあの親子で、ね、3人でございました、ね、あの子供さんはあの小学校へ行ってる子供さんです。この方あのそれ以降あの長野に、もう住んでおりまして、うん、上田市の方へ移りましたけども、うん、上田市で高校、また子供さんは高校また大学を出まして、今年あの金沢大学の薬学部を出て、うん、長野に戻るというあのことがあの手紙に書いてありました。でこういった方ともあの毎年あの年賀はがきとか年賀状とかいろいろあのやり取りをしております。またお付き合い続いてるんですね。ええ、毎年そういったことをやっております。あ、まあ、その他にはあの、うん、ブラジルの方で、ブラジルの方も女性、上田女子短大の学生でしたけども、うん、この方も一度あのうちでホームステイしまして、はい、それでいろいろ話しまして、富士山へぜひ日本の富士山に登りたいということがありまして、私もたまたまじゃあ一緒に登ろうかということで、うん、7月の末頃に、彼女とうちの妻と3人であの富士山も登れました。非常にあの日本の富士山に登れるということで、うん、あの喜んでおりました、はい。その他の、ね、タジキスタンの方とか、うん、ラオス、あるいは台湾の方がいらっしゃいました。またあのカナダからも、うん、ちょうどあの長野で2005年ですか、スペシャルオリンピックスとオリンピックというのがございまして、はい、この時はあのカナダのその選手の関係者の方が3人ですが、うん、うちの方へホームステイしまして、3日間ほどお家にで、ホームステイしたわけでございます。本当に世界各国からお出になってますね、はい。まあ、それ以降はあの中国の方が多くなりまして、うん、石化総主の方とか、うん、西安市、石化総主は姉妹都市だね、そうですね、姉妹都市で、ね、語学の日本語の研修生というような方も、うん、まあ、この最近毎年来ておりますので、うちの方でも毎年のようにあの受け入れております。あ、はい、そういう世界各国からお出になってるんですけども、どんな交流っていうか、どんな風なことをされてるんですか、皆さん。やはりあの真っ白ですから、真っ白なんといっても、まあ歴史の街と言われるほど、あのいろんなその歴史的な建造物、文化財等がありますので、まあそういった施設を中心に皆さんと回ってみて、あのいろいろ見ました。はい、具体的にはどんな、そちらの写真ですか。具体的にはどんなところをご案内してるんですか。これですか、はい、はい、こちら、はい、これは何。これはあのうちでちょっとあの一緒に何かゲームなどをした、ええ、時でうちと家族とあの交流しております。どちらの方なんですか。これはこれは中国の方です。あ、そうですか。これはあの真田邸ですかね。真田邸ですかね、はい、あ、そこも行きましたね、ありますね、はい、はい。でこちらが、それはあのうちであの近くの、子供たちとの交流したところでございます。宅ですかね。じゃあこの、はい、はいはい、じゃあこちら、はい、これはその他の真っ白なの、これはあの白井邸ですね。白井邸 のボランティア、文化財ボランティアの方とも交流しまして、いろいろお話を聞きました。あ、これはあの、ね、象山神社ですね。象山神社行きました。はい、わかります。はい、それからあの象山地下壕も、あ、地下壕、本当にあのそういった中も見て、本当に皆さんあの感動しておりました、はい。なるほど。でこちらが、あ、はい、これもあの象山地下壕ですね。あ、そうですね、はい、はい。あ、田中さんもいらっしゃいますね。みんな一緒に、はい、一緒にね、あ、そうなんですか、はい。それで皆さんこのいろいろなところをねご案内されたようですけれども、どんなところをその興味持ってっていうか、その
一番良かったようなところはどうですか。どういうところが一番喜んでもらえたんですか。やはりね、皆さんの真っ白城とかね、うん、あるいは、まあ、真田亭、それから文部学校、うん、象山地下壕ですね。あ、そのほか西条さんと、まあ、真っ白町のほとんどのそういった施設を見て、うん、非常にあの歴史的な、建物とか、うん、そういった施設に対して非常にあの皆さん興味を持って、あの見ておりました。はい、そうなんですか。やっぱりそういうような昔なんて言うんだ、文化財みたいなところはお好きだったんですか。そうですね。で、田中さん、その各国ね、いろんな国の方はおいでになってるんですけども、はい、特にその外国の方ですからね、気を使ったなんていうところはどっかありますかね。どんなところに気を使ったんですか。皆さんよくあのそういう点を聞かれるんですが、うん、私はあのせっかくあの交流するんでしたら、うん、ありのままの日本を見てもらいたい、ありのままのその自分の家庭を見てもらいたいということで、うん、全くあの気を使うようなことなしで、食事等も普段うちで食べているようなそういったあのもので、うん、特段の何かやろうというようなことをしないで、そういう点が良かったんじゃないかなというふうに思ってますね。じゃあこれ皆さん全部一緒に本当に我々食べてるような、私は貧乏だからあんまり食べれないけど我々食べてるようなものをお出ししたんですか。全くあのうちで食べてるものをやりまして、全然あのその国だからその国のものを作ろうというようなことは全然考えないで、そのままの普段うちで食べてるそういったあの食事をやりましたので、その点ではあまり、気をつかないで楽にできたと。皆さんそれで喜ばれたんですか。皆さんも帰ってね、そういう方があの本当にあのホームステイしてその、うん、生のそういったものを経験できるということを非常にあの、うん、喜んでおりました。はい、どういってもその苦労というかなんかなかったですか。なんかこうちょっと困ったななんていうところなかったんですか。困ったというあの点ではあまり困ることはなかったんですが、あるあの長期にいたあの学生いたんです、うん、5ヶ月ぐらいうちから通ってあの 高校へ、うん、長野西高でしか通った方がいらっしゃるんですが、うん、男の方ですが、毎日あの学校通学ですから、うん、お弁当を持っていかなければならないんで、そのお弁当はうちの近くにあのコンビニがありますから、そこで朝買ってあの持っていけばいいというふうに初めからまあそういうつもりでいたんですが、そうですか。実際来てもあのやってみたらなかなかそういうあのお弁当がいいの間に合わないということで、毎日あのお弁当を作りまして、まあこれだけはちょっとね、あの大変でございました。まあ若干のそういう点では好き嫌いというかね、やはりあのあちらの皆さんあの地方の方ですが、肉が非常に好きでございまして、その点でうちの妻は肉の料理は肉が嫌いだもんで全然肉はいらなかったんだがその時だけはまあ肉の料理をやったりね、そうやったの子供 そのお弁当作りが非常に苦労しました。はい、あとあれですか、マナーとかそういうそこら辺はもう立派だったですか。非常にあの皆さんあのマナーは良くて、お家 の家事の手伝いもしていただいたり、片付けなどよくしていただきました。お勝手の方面も来ていただいて、お勝手で、食器を洗ったり、うん、そういったあのいろんな整理をすることも手伝っていただきました。本当に良かったです。それからの非常に皆さん礼儀正しくて、本当にあのそういう点では立派な、うん、あの方が来ていただいたというふうに思っております。そういうところでその、ね、向こうの外国からおいでになるんですけども、相互には交流されてるんですか。相互にはされてないんですか。最初 のオーストラリアの方はこちらに来ました時に、ぜひあの翌年もシドニーのオリンピックがあるから、あの来てくださいというようなことで非常にあの、言われたんですが、私 もなかなか行けなくて、うち来てから5年後にようやくの退職あの職場退職しましたので、定年になった時に退職しておいでになった。その5年後にあのオーストラリアに来ました。そうですか。その写真ってのあるんですか。これがそうですか。はい、はい、これオーストラリア、はい、はい、これオーストラリアですね。はい、はい、行きましたらもう10日間もあの休暇を取ってもう待ちかねておりまして、10日もとても私もあれですから、あの3日間だけあのお世話になりまして、いろんなのオーストラリアの非常にいろんな動物園からいろんな施設等あの
なるほど、見学できました、はい、子供さんもだいぶこの方は子供さん10ヶ月の子供さんですか。10ヶ月の子供さんはいない。あ、そこにちょっと映ってるの他にありますけども、この方は5歳になっておりまして。ああ、そうか、5年後だから、それでちょうどの学校行く頃でございまして、小学校へ行っておりまして、うん、小学校も一緒に行って学校もへも見せていただきました。学校も急に行ったんですけども、うん、学校の中も見せていただいて、校長先生にもいろいろ話聞いたり、生徒とも交流できて、日本の皆さんとなんかこれからもやっていきたいというようなお話もいただきました。おそらく良かったですね、とても歓迎していただきました。本当に、楽しかったです、はい、あとその恐れでなんか飛行機に乗ったんです。いろいろな、先ほど申し上げた通り動物園から何からいろんな施設と見学させていただきましたが、うん、最後の日に飛行機に乗ろうということで、ね、このご主人は飛行機の整備士をやって、うんうん、オーストラリアの航空会社の整備士をやってるということで、もちろん操縦免許もありまして、うん、ぜひお二人を、うん、飛行機に乗せたいということでやりまして、うん、でおそらく10もあった乗せていただいたんですが、非常に小さな飛行機で3人のが3人乗りの飛行機でも、うん、それでもう1時間も乗ったんですが、まあ非常に怖くて、まあ私も早く降りればいいなって本当に困ってまあやりましたけど、でもいい思い出になりました。そうですか、だいぶね時間も過ぎてきちゃったんですけど、じゃあこれからもホームステイはされる予定ですか。これからもそういった機会があれば受け入れてやってまいりたいというふうに思っております。ああ、そうですか、はい、それで最後にね一言だけちょっとその皆さんに何かありましたら、はい、そこだけで、はい、お願いします。私以外にいくらでもね多くの方がホームステイをやっていらっしゃると思いますけども、まあそういった方々ともいろんなそういった交流をしてお話し合いの場があればいいなというふうに思っております。また多くの地域の皆さんが気軽にそんな気をつかないで、気軽に受け入れていただいて、そういったことで、国際親善、交流の場が広がり、また長野県あるいはまた長野市、マッシュルームもよく知っていただければ非常にいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、ありがとうございました。どうも大塚のついところありがとうございました。はい、田中さん、ああいうふうにおっしゃったんですけどね、うん、多分ね、ご苦労だと思うんですよ、うん、ね、うん、外国の方をね、引き受けるというのはね、そう、田中さんだからね、安川さん、どうですかね、俺、ダメだな、無理だな、みんなで日本酒で乾杯なんていうのはいいと思うんだけど、田中さん呼んで、うん、そうそうそう、ぜひやってもらった方がいいかな、得意だっていうか、そうそうそう、ね、いいと思いますね、はい、はい、ということで、はい、はい、エコールドマッシュルクラブでね、新しいね、これがですね、何月までだかな。7月までの、8月までか、はい、までの予定ですね、まあ、体験型っていう形でね、出てますので、まあ、これ、なんですかね、この冊子のところを見ていただくと、こういう形でね、置いてあります、観光案内所であったりとか、いろんなところでね、置いてありますので、これを確認していただいて、自由にエコールドマッシュル、電話いただいて、電話していただいて、予約していただいて、体験していただくという形ですね。はい、ぜひお願いしたいなというふうに思います。ぜひおいてください。はい、お願いします。ということで、来週の予定。はい、来週予定はですね、はい、今度は私になります。三田さんだ。はい、で今回もね、第9回、はい、春季全日本
なんていうの、小学生女子ソフトボール大会に出場するっていうんでねちょっと噛んじゃったね、その方にね、今度は保護者会の会長さんとかね、副会長さんに来ていただいて、まあ、今度は保護者会の方からどんな感じかなっていうのをちょっとお聞きしようかなと思って、はい、前回はね、監督さんがね来ていただいてね、ちょっとやっていただいたんだけど、今度はねこれで2回目なんだけどね、結構いろんなとこ行かれるんで、まあ裏方としても大変かなと思って、そういったのもお聞きできればいいかなと思ってね、はい、お呼びしました。はい、そんなことでございます。はい、それでは2回目のソフトボールで、ね、出場ということで、はい、はい、それでは来週のしゃべくりましょう、どうぞお楽しみに。お楽しみに。